行きますよ。もう行きますよ。おお、また撮ってる。おはようございます。行きますよ。おはようございます。はい。おはようございます。そんな尺ないから。リアルじゃないですか。巻いて。これが巻きます。よいしょ。見てください。雨止んでます。遊んでないで早く言ってよ。ブレーキの調整。あ、ブレーキの調整すんの。いや。ゆっくり足音立てないね。ゆっくりだよ。あとここ斜め交換だからマジで危ないから。いつから行くの。なんか動かしすぎな気がするんだよな俺。最初放置して、あんま反応がなかったらちょっと動かすんだけど、いい気がする。あ、なんかいたじゃん。吸い物の中、吸い物の中。まだやるから。やめてね、吸い物の中投げるときに、あの上のシャッターにぶつけて、海バックダッシュするのだけは。俺もうそれ見えてるから、なんか。うまくないじゃないですか、こんなに。え、行った？帰りましたけど、バックダッシュ。なんでそんなバックダッシュ。俺が思ってたのはもっと奥にポーンって投げようとしたんですよ。結構捉えようとしたんですよ。上の選手が逆に上げよう。なんか言ったじゃん。ほら。それ直した方がいいですね。あ、これいい角度だね。あ、まっすぐみたいですね。早く言う人にできるの。うまこれ。いただきます。塩分取るとむくむの。イメージです。確かに毎朝むくんでるって考えたらすごいよね。はい。なんかむくむことに対しても支障をきたしてないんですよ。むくみすぎて。でもなんか俺も見慣れたわ。本当ですか？うん。見慣れた。あの朝もう目がもう笑ってんだか通常なんかわかんないあの感じ。うまこれ。辛くないですかこれ。ナナチキだよ。うまっ。これ何ですか。ナナチキだったけど俺買ったの。なんか辛味なんとか味とかじゃないですか。辛味チキンだったっけ。でも辛味チキンって違うよね。辛味チキンはサイです。サイです。そっち。辛くない。辛いです。辛めっちゃ辛い。はい。なんかありました。めっちゃ辛い。めっちゃ辛い。いや、うま辛っす。うま辛。マジ？はい。絶対なんかいたずらしましたよね。いや実はさ、はい、振りかけたんだけど。なんで聞かないの。いや辛いとは思いましたよ。ちょ、もうちょっとかけてみる。じゃあやめたいです。これ以上は多分危ないです。普通に結構辛いですよ。だから売り物ホットスナックに陳列するレベルの辛さじゃないですよ。だけどそういうやつなのかなと思って。え、元は何味ですかこれ。え、だ元のチキン。え、出ますか。あ、じゃあこれも全部そうですか。めっちゃうまいっすよ。マジ。いや俺いいや。めっちゃうまいっすよこれ。
タバスコ1だとして、うん、ハバネロが116、それかける116で、ブートジョロキュラは、ジョロキュラはタバスコの200倍らしいです。あ、見てください、2007年のギネスですよ。ちょ、もうちょっとかけるのね。多分ね、これ以上は。結構辛いですよ。後から。クックル来た。後から。いや、来てますよ。辛い。辛い。なんでそう、なんかリアクション取れないの？いや、リアクションっていうか、もうだってリアクション芸人キャラじゃん。リアクション芸人キャラってもうおかしいですよ。リアクション芸人で十分ですよ。だからなんかさ、俺らほらキャラ設定っていうか、もうなんかキャラできてんじゃん。ツッコミでしょ？ツッコミじゃない？はい。あと、振ってあげるじゃん。はいはいはい。まあだからボランチっすよね。そう、ボランチ、ボランチ。で、あれじゃん、ネイマールでしょ？ネイマール叩かれますよ。ファール受けた時のネイマールじゃん。そうそうそう、もうリアクションしないからネイマールじゃないっすよ。で、モノマネ芸人いるじゃん。モノマネ芸人います。で、あとアイドルがいるじゃん、はい、キャラ構成は完璧なの。ごちそうさまでした。じゃあ行きましょうか。行きましょう。ちなみに俺そのかけた時になんか親指について、はい、上唇触っちゃったから今ここら辺がマジで、え、ヒリヒリしてます。めっちゃ痛い。どんぐらいかけたんですか。かけたところって動画撮ってないですか。撮ってない。あ、だからさっきちょっと言ってくれて、なんかよくわかんない体積をしたんですよ。じゃあどうしようか。お疲れ様です。ナナチキお願いします。いきます。やれい。どこですか。あの網の中、あそこの、うん、バンバン打ったのに、やった、やった、価値あるよこのこいつ。本当かわいい。GoPro 撮れてます。 GoPro ね、撮れてる撮れてる撮れてる。よかった、やったぜー、イエーイ。雨の中やってよかったっすね。よかったよ、マジちっちゃいけど。あら、かわいい。いや、こいつはけど価値あるバスっすよ。いや、価値あるねこれ。よかったけど結構ブリブリじゃないですか。ブリブリってかめっちゃ引いた。あ、引きました。やっぱ川バスって感じ。あ、なんかでも口ちっちゃくないこいつ。ちっちゃいっすけど全然スモールじゃないっすよ。スモールじゃない、ラージラージ。よかったいましたね。よかった、こっち来て。よかったね。ちょっとかすみすぎから逃げましたけどね。ちょっとかすみすぎだけど。まあ、やっと。今日はね、やっぱなんか結構天候が悪かったから結構きつかったよね。正直。寒いし。正直そうです。急に天気も悪くなって寒くて。いやー、これだからね、パスフィッシングやめられないんですよ。なんか最近価値ある一匹は多くないですか。これだからね、パスフィッシングやめられないんで、バスフィッシングやってみたいっていうね方、ぜひやりましょう。エンディングです。お疲れ様でございます。久しぶりですよ、エンディング撮るの。確かに最近はオープニング兼エンディングだったんですけど、うん、車の中のエンディングになります。どうでしたか今日は。今日は自分はあれっすよ、あの話、石話やっちゃったんですよ。
巻かれたね、枝に。巻かれましたね。あれは完全にパスでしたね。あれは完全にパスだった。ただそのまあバラした映像ね、ちょっとね、多分このまま行ったらオクラになると思ってたからGoPro の映像をね消しちゃったんだよね。消しちゃったんですよね。さすがにやられましたね。あの雰囲気ではもう今日は釣れないだろうと思って、うん、俺も釣れないと思ってた。だからもうオクラ覚悟でやってたね。やっぱなんか諦めちゃいけないっていうのを今日バスに教えてもらったよ。ですね、うん、もうびっくりしたね。あんなだって穴釣りじゃないですか、あれ。確かに穴釣りだ。穴釣りでバス釣れるんですね、うん、ということでですね、まあけどオクラにならなくてよかったですね、本当に。ということでチャンネル登録と、みんなメンバーツイッターやってるんで、ツイッターの方のフォローもできればお願いします。あと他にも TikTok とかいろいろなんかあるんで見てください。お疲れ様です。じゃあモノマネやってクソみたいなフリするじゃないですか。じゃあ分かった、マスオさんやって。マスオさん、うん、どうなんでしょう。ええー、ってやつですか。